大体出来上がったよ。まさか君から奉納武器の修理を頼まれるなんてね。さすが、この辺りで一番の刀鍛冶。剣の方は完璧ね。盾もいい感じだけど、持ち手のベルトは作りがちょっと違うかな。了解。それにしても不思議だな。ソフィーが昔使っていたということは、鍛冶神が鍛えた武具のはず。ヘパイストスが作ったものが雨風くらいであんなに痛むだろうか。ロティオンさん、姉さんの話を本気で信じてたんだ。神託とかソウルエッジとか作り話だって思ってるんじゃないの？ほら、僕は仕事柄鍛冶神ヘパイストスの伝説が身近だからね。この武具も材質がその一筋縄ではいかないというか。ま、いいけど。ほらほら、早く続きをやらなきゃ。うんうん、バッチリね。それじゃ、ちゃんと使えるかどうか確認しよっか。確かに君はソフィーと背格好も近いけど、もう一度奉納するだけなら試さなくても構わないんじゃないか。そう？姉さんが帰ってきたらまた使うかもしれないじゃない。それじゃ、ロティオンさんも何か武器持って。よし、ここなら一暴れしても大丈夫そうね。本当にやるのかい？君に怪我させたらソフィーに何て言われるか。ところでロティオンさん、私が勝ったら教えてほしいんだけど、もしかしてソウルエッジって復活したの？あ、それは。知ってるんだ。隠してるのはバレバレだったよ。なるほど、これならちゃんと使えそうね。で、復活したソウルエッジを破壊するためにまた姉さんは旅立ったわけね。ああ、彼女の武具はヘパイストスより授かった神鉄から僕が作ったんだ。だからその剣と盾は神殿に残っていたんだよ。私今怒ってるから。隠していてすまなかった。僕からソフィーの家族に説明するのはおかしいと思ったんだ。そうじゃなくって、姉さんたちはもうすぐ結婚して幸せになるはずだったじゃない。なのに世界を救うだなんて言って、どうして自分たちの幸せを置き去りにするの？ロティオンさんが止めたら姉さんは旅に出なかったんじゃないの？僕にはソフィーを止めることはできないよ。どうしてよ。隠し事なんか嫌だからはっきり言うわ。私今のままじゃロティオンさんに姉さんのことを任せられない。心から祝福できない。カサンドラ、君にそう言われるのはとても悲しいよ。だけど後悔はしない。僕は自分の信念に従ってソフィーを信じたのだから。それでみんながどんな未来を迎えてもいいっていうの？私は絶対に、絶対にそんなの嫌！こんな武器持たなきゃよかったのよ！